おはよう、旅人。神団長、その服どうしたんだ？ああ、状況が怪しくなってきたからな。この先何が起きるかわからない。だからいつでも戦えるよう普段の格好に着替えたんだ。せっかくの景色を堪能できないのはもったいないが、どうか理解してくれ。そんなことないよ。これもみんなのためでしょ。雰囲気が変わったな。仕事モードに入ったみたいだ。さすがセピロス騎士団の代理団長。お世辞はよしてくれ。君だって十分優れた人物だ。だから私も君を深く信頼している。その休んでたところ邪魔しちゃってごめんね。さっき隣の島から煙が上がってるのを見て、みんなで確かめに行こうってなったの。きっとドド大魔王だ。どうしよう、なんだかオイラまでドド大魔王がいるんじゃないかって気がしてきた。私もその大魔王が一体何者なのか知りたい。みんな隣の島を調査してみよう。奇遇だな。ガイアとディルック先輩、どうしてここに？あれ、大魔王じゃない。大魔王やはりか。どうやらお前たちもその大魔王に呼び出されたみたいだな。実は俺たちもなんだ。もってことは、まあ大魔王のことなんかひとまず置いておこう。今の俺はこの夏の太陽を満喫したい気分なんだ。ガイアとディルックの旦那は船で来たのか？でも嵐と霧がすごかったろ？大丈夫だったのか？嵐と霧？俺たちは運よく霧が晴れた後に着いたんだ。最初からバカンス日和のいい天気だったぜ。だが知っての通り、ただの船じゃここには来られない。だからお前たちと同じ方法を使わせてもらった。あれ、お前たちもトワリンに乗ってきたのか？今さら驚くことじゃない。巨竜が飛んだんだ。あれほど目立つ存在、とっくにモンド中に知れ渡ってるぞ。みんなに見られていたのか。安心しろ、背中に人がいたというとこまでは見られていない。ただ竜が飛んでるのを見られただけだ。よかった。しかし、あの銀遊詩人に竜を従わせる力があったとはな。まさかトワリンは古典音楽の愛聴者なのか？なるほど。はあ。で、ここには二人きりで来たのか？おやおや、代理団長も冗談がうまい。俺がわざわざ旦那様と二人きりで来るように見えるか？ち、俺たちの他にもあと二人いたんだが、いろいろとあってな、途中ではぐれちまったんだ。
いろいろ？チームワークに欠けてたというか、個性が強すぎたというか。旅人は相変わらず鋭いな。その通りだ。その二人って誰なんだ？アルベドとレザーだ。え？アルベドお兄ちゃんとレザーが来てくれたの？やったー！お前たち、やっぱりバカンス気分で来たんだな！待った。ガイアがここにいるということは、セピロス騎士団は今誰が管理しているんだ？それはもちろん偉大な図書館司書リサ様だよ。安心しろ。ある意味リサは俺らより手厳しい。モンド上で悪いことをするやつに同情しちまうくらいにな。よかった、リサがいてくれたか。それでアルベドとレザーはどこへ行ったんだ？それにさっき見た湯気は何だったんだろう。それにはまず俺たちが置き去りにされた理由から話す必要がある。俺たちが竜に乗ってこの群島の上空に着いた時、レザーが何かに吸い寄せられるかのように急に竜から飛び降りたんだ。レザーが心配で俺たちもすぐ飛び降りたんだが、風の翼で着地したこの島には誰もいなかった。俺の経験上、その場で戻ってくるのを待つべきだと思ったんだが、レザーが俺たちを探しに戻るはずがないとディルックが言い出してな。互いに持論をぶつけ合っていたらいつの間にかアルベドまで消えちまってたってわけさ。待て待て、アルベドとレザーは難なく先に進んだんだろ？なんで？さあな、ディルックの旦那と一緒にひどい目に遭う運命なんじゃないか。どうだか、アルベドは錬金術による創造が得意だ。あの綺麗な人造花をうまく使うことで他の島に行くことができたんだろう。僕はあの高い山のある島に着地しようとした。だが君があまりにも言い張るから落下地点を変えたんだ。やれやれ、俺が元素力を振り絞って海面を凍結させてもお前に溶かされちまう。氷と炎の中ってやつ。お前の神の目が岩元素だったら、俺たちとっくに他の島で昼寝してただろうに。じゃあさっきのは妖怪反応で出た水蒸気だったってこと？仲がいいんだか悪いんだか、とりあえず賑やかになったってことでいいんじゃないかな。そうだな、未知の困難が待ち受けているかもしれない。仲間が大いに越したことはないだろう。二人とも同行してくれるか？いいだろう、喜んで。当面の目的はアルベドとレザーを探すことだな。あの二人どっちに向かったか分かるか？レザーは今のところ不明だが、アルベドならあっちに行ったようだ。そうと決まればオイラたちも出発しようぜ。おや、旅人とパイモン？
想した時間通りここに来てくれたようだね。俺たちを隣の島に置き去りにしてくれたこと礼を言うぜ。どういたしまして。話し合いが好きなようだったから二人きりの場を提供したまでさ。アルベドはどうしてここに？手紙をもらったんだ。ここに来る途中全員で情報共有し合ったんだが、俺を含めこの島に来た4人とも謎の手紙を受け取ってるんだ。署名はドド大魔王。お前の口から言うと違和感しかないな。手紙の内容はそれぞれ違ったが、共通してこの島のことを指していた。僕のはシンプルだったよ。妹のクレイは預かった。会いたければ金リンゴ群島に来い。完全に脅迫状じゃないか。そうだ、明らかに僕を脅迫している。俺のは大した内容じゃなかったぜ。ナンパした海賊船が無人島にある。数えきれないほどの財宝と世にも珍しい花瓶がそこにどうやら祖父から遺伝したこの眼帯のことがバレてるみたいだな。ガイアのやつまたデタラメ言ってる。リルクの旦那は無人島にアビス教団の拠点あり、急を要する。見事なまでの対応だな。なんだか変だな。一人一人に会った内容の手紙を送るなんて。ああ、この件には不審な点が多すぎる。僕は最初からこの手紙のことなど信じていない。そう、俺たちみたいな現実主義の大人はただ事実確認のためだけに来たんだよ。そうだ、レザーも手紙をもらったんだよね。ああ、ただ字が読めないから通りがかりの猫耳おじさんに読んでもらったらしいぜ。通りがかりの猫耳おじさん。あ、その人ならオイラも知ってるぞ。ドゥラフだな。レザーの手紙も簡単なものだった。赤い熱い女の子が島に行った。友達の助けが必要。手紙が他の人にも届いたと聞いてすぐに怪しいと思った。大魔王なんているわけがない。これにはきっと何か裏があるんだろう。ここに来たのはその企みを潰すためだ。そんなことない、大魔王はいるよ。ドド大魔王は実在する大魔王なんだよ。ああ、レザーは何かに吸い寄せられたかのように竜の背中から飛び降りた。この島は僕が先ほど調べた。レザーの足跡も船の痕跡もない。飛び降りた時の位置から推測するに、この島でなければ残りはあそこしかないだろう。すでに行ったことがあるのかい？昨日行ったんだ。でもあそこには変なからくりしかなかったぞ。もしかしてレザーの目的はそれか？みんなもう一度あそこに行って確かめてみよう。確か手紙から変わった匂いがするとレザーが言っていたな。レザーは鼻が利くからな。まさかこれも計算のうちってことはないよな、魔王。
とあれ同じ匂い。ん？この小さいのをあの人に入れる。彼ら同じ。やる。ああ俺よくわからない。お前信じる。安心。うん、クレアも栄誉騎士のお姉ちゃんを信じてるよ。待った、慎重に考えろ。部品を入れたら何か起きるかもしれない。この稲妻のからくりも魔王が用意したものだろう。おそらく起動する以外に先に進む方法はないんじゃないか。これで魔王が目覚めるのかな。戦う準備をしておこう。用心しろよ旅人。魔王と会う